皆様おはようございます。今日はクンダリーニヨガこう朝を何つうんだろな。モーニング、クンダ、リーニヨガ1日をこう。元気にエネルギッシュに過ごしていく準備をしようっていうクラスです。なんかあのくんだりにやったことある方もこう。いろんな流派がある中で少しこう。何つんだろうな。ベーシックなものを今日は紹介していけたらいいなと思っていてで。 こう普段みんながポーズを取るヨガとクンダリンヨガの大きな違いっていうのがこうアーサナをこうねウォーリアンの2番やったりとかみたいなアーサナを取るというよりは体をどどどどんどんんどん動かしていきますで今日そのクンダリンヨガの中の代表的な3つの動きっていうのを入れていこうと思ってて1つはスクワットになるスクワットがこの一番下まで降りるスクワットもありますがきつかったらまだ朝だしね下まで降りるのきつかったら。 自分の降りれるところまで止めてもらっていいので、お腹の力しっかり体幹を入れながら下に降りていくうん。あとはですね。こうツイスト体をひねる動きでこうひねる動きだけじゃなくて他の動きもそうなんですが、目開けてるとクラクラするから目閉じた状態でこう。立位もそうだし、座ってる時もえっと可能な限りでいいので、目は閉じた状態で。 動いていてきますイコール人間の意識って外に外にすごく行きやすいその意識をまず一番最初朝こう自分に向けていってちょっとリセットしてあげる時間だと思ってみてくださいそうあとですね体幹を使う動きをたくさん入れたりとかその体幹を強くするっていう一個のこう方法として強い呼吸をしていきます、まあ、強い呼吸っていうのが体幹強化にもなるしプラスアルファ体の内側の熱エネルギーをどんどん上げていったり 体の内側に溜まってる例えば昨日の夜こうなんだろうな昨日の夜なのか昨日一日なのかこう過ごしてくる中でなんか誰かと喧嘩したなとかちょっとこれが引っかかってるみたいな過去のモヤモヤっていうのが多分みんなあると思うんですねでその過去のモヤモヤをこう出して一日のリセットをしていくでそのためにも強い吐く息呼吸をを使ってリリースをするさっきやったスクワットも効果としてはリリースになってくるし強い呼吸もリリースになりますでそのの強い呼吸の中で 火の呼吸鼻から強く吐きながらお腹を引き上げる呼吸を入れていくでこれ可能だったら吸う息もお腹を前に出して吐く息で引き上げる吸って吐いてこうお腹をパンプするみたいな感じでただこれまだ朝早いしちょっとなんかこう呼吸しすぎてクラクラするなとかあとはなんか妊婦さんあの妊娠中の方はこう普通の呼吸を続けていただいて。 あの本当に朝のこう体を動かす準備の時間だと思ってもらってなんか今日一日をこう自分であ今日は頑張れそうだなとかちょっと静かな方がいいなみたいな見極めもしていきながら自分の今日一日をクリエイトしていく準備の時間だと少し思って体験してみてください。で一番大事なことがくんだりゆうが本当にずっとずっと動いていくのできつくなったら必ず自分のペースでお休みするでお水飲んでくださいって言わないのでお水も自分のペースで飲んでいきましょう。うん、あとは こう強い呼吸としっかり体を動かして、体の内側の眠っている部分を起こしてあげてはい。楽しんでみてください。ただ、これから始めていきます。ただですね。足を組んだ状態で両方の手膝の上に伸ばしていき、親指人差し指つけたら残りの3本伸ばしていく。まずは軽く目を閉じて、少しずつ意識を自分自身の内側に向けていく。 おへそ,そのあたり少し引き上げていきながら今日一日を過ごしていく自分自身の強い真ん中の軸を見つけていく真ん中には強い軸を持ちながら外側目の奥とか奥歯肩指先まで外側できるだけリラックスするこう一瞬一瞬の変化に対応できる柔軟性を持ち続けていきます過去や未来に行きがちな意識を今 この瞬間に向けていきこの一瞬一瞬をしっかりと感じるそれから選んでいきますこの今という瞬間この瞬間をクリエイトしていくのは誰か自分自身です目を閉じたままもう一ミリおへそ引き上げていき鼻から吸ってその場で吐いて ゆっくりと両方の手胸の前で合わせて手のひらこすり合わせていくクラスの最初チャンティングオングナモグルデーブナモこれを3回と鳴いていきますこれ意味は自分の先生家族友達本当の先生すべての人と一緒につながって練習をしていく準備です両方の手胸の前で止めたら鼻から吸って吐いて次の水域からオングナモ モングナモングルデバナモ鼻から吸って口から吐いて ゆっっくく。りと目開けて、て両方のの手膝の上に持っていくもしこれ足ほどきたかったら一旦解ほどいてからでも構わないので準備ができた人は目閉じてそのまま時計と反対回りに上半身を大きく回していく上半身頭肩腕できるだけ力抜いて水気後ろを通る吐く息前を通るで,できるだけでいいのでこうだらんとした状態でこう体にあんまり自分で操作をするんじゃなくて体に任せて動いていく。 最後もう一呼吸して次体が後ろに来たところから反対回りに切り替えますできるだけ大きな円で背骨背中ももの付け根こう首周りも含めてまだこう眠ってる起きてない体の内側を徐々に徐々に起こしていく最後一呼吸したら ゆっくり体真ん中に戻してきて体真ん中戻ってきたら両方の手肩に持っていき肘持ち上げるそのままう息で体を左にツイスト吐く息で右にツイスト吸って吐いてに合わせてできるだけこう呼吸と体をひねる動き使って体の内側に溜まっているいらないものをどんどん出していく呼吸できるだけ強い呼吸します自分の呼吸の音が聞こえるぐらい吸って吐いて 最後一呼吸したら真ん中に戻ってきてそのまま肘肘空に持ち上げて胸開くここが吸い気吐く息背中丸めて肘肘,肘真ん中くっつける吸って胸開いて吐いて背中丸めてこれも呼吸と一緒に強い呼吸しながら体温まってきたら少し動きを速くしていって吸い気で胸開く吐く息少しおへそに力入れていく 最後一呼吸したら次の吸い息両方の手空に持ち上げていき手のひら前向き一呼吸吸ってそのまま吐く息ゆっくりと両方の手を体の前に下ろしてきて下ろしてきたら足をほどいて四つん這いになる四つん這いになったら10本パー開いて肩の真下に手首後ろつま先立ててもう少し背骨を起こしていきます吸って背骨反らす吐く息で背中丸めて吸って胸開いて 吐いて丸めて。このままの動き続けてもいいし、体温まってきて動きたい人は、吸う息胸開いた後、吐く息手で床をしてお尻持ち上げてダウンロック。膝床に下ろして吸って胸開いて、吐いてダウンロック。目閉じて自分の呼吸のペースで動いていく。強い呼吸する。 最後一呼吸して、次にう息胸開いた後は吐く息全員手で床をして弾読。弾読10本しっかりパー開いて手で床を押す。おやその力を入れる。きつかったらいつでも四つん這い、もしくはチャイルドポーズでお休みしていきます。このまま動ける人重心を前に持っていって、プランクポーズになる。おやその力を入れたら、そのまま膝を外に開いて足スクワットの状態でお尻し後ろに下げていく。う息で前。 吐く息をしろ。強い呼吸して呼吸のペースで動く。 最後一呼吸して、プランクに戻ったところで、両膝を床、膝の間ちょっと開いて、つま先ほどいてお尻後ろに下げて、チャイルドポーズで3呼吸します。鼻から大きく吸って、口から吐いて、あと2回吸って、口から吐いて、最後一呼吸吸って、口から吐いて、 そのままゆっくりと上半身元の位置戻していきながらもう一度つま先立てて手で床を押してお尻持ち上げて弾読両手の手前に両足を歩かせてきてつま先を外側に開いた状態でお尻を下ろしていくさっきやったあ、そうすきじゃない説明したスクワットの状態になるスクワットになったら両手のひら手のひら胸の前で合わせて肘で膝を押して膝肘を仕返す 肩リラックスして目閉じておやその力入れたらここで鼻から強く吐いて「ブレスオンファイヤー」どうぞ鼻から吸って大きく吐いて 強い呼吸で体の内側をどんどんこうしていきます。両方の手前に伸ばして、指先組む。人差し指だけ前に伸ばしたら、膝伸ばして、立位ここが吸う息。吐く息、降りれるところまで降りていく。目と地底う息で上がる。吐く息降りる。 最後一呼吸して、次に膝伸ばしたところ、そのまま両方の手空に持ち上げていき、指先をどいて手のひら前向き、肘曲げて、足の間ちょびっと狭める。このまま膝少し抜いた状態で、吸い息でまた左にツイスト、吐く息で右にツイスト、目閉じてできるだけ強い呼吸しながら、体の横のライン、体の横のラインに刺激が入っていくと、内側に残ってるこう不安とか、いらない感情がリリースされやすくなります。 できるだけ呼吸強くする最後一呼吸したら真ん中戻ってそのまま両方の手空に持ち上げていき 足の間、今度は腰幅にする。腰幅にしたら、膝軽く抜いて、吸う気で胸を空に開く。吐く息、鼻から強く吐きながら、両手を後ろに思いっきりスイングして出していく。吸って開いて、吐く息強くリリース。腰が危ないので、必ず膝曲げて、きつい人は上半身、腕だけリリースするんでも構わない。ふんふんふん 最後一呼吸したら、次に体が起き上がったところで両方の手、さら、手のひら、手のひらを合わせて、鼻から大きく吸って、その場で吐いて、おへそ引き上げていきながら、1ミリ自分自身を上に向かって引き上げていく。そう、いらないものをリリースしていきながら、今日一日、ここからまたリセットしてリスタート、新しくスタートしていきます。真ん中の軸、おへそのあたりに力を入れて強い軸持ちながら、 今日一日どこに向かって自分自身が進んでいくか少し自分自身の意識こう向かいたい方向にセットしていってみるどんな一日にしますかどんな自分で一日過ごしていきますか最後一呼吸おへその力入れながらもう一ミリ上にぐっと引き上げて。 次の吐く息ゆっくりと両方の手ほどいて両手体の横にゆっくりゆっくり下ろしていく下まで降りてきたらもう一度両手を空に持ち上げて手のひらを合わせる吐く息足スクワットの幅で下に降りてきて最後もう一度肘で膝を押す膝肘を視界していきながら

お尻側に下ろしていき、足前に伸ばして足ほどく。足ほどいたらマットにゴローンと横になって、膝胸に引き寄せる。左右に数回コローん、ローンーと転がったら、最後もう一個だけ軸作り、ストレッチポーズ、体幹をしっかりと使うポーズを入れていきます。きつい人はこのもうお休みしててもいいし、行きたい人は両手体側。 頭、肩、胸、足を床から15センチ持ち上げる。この時にお腹力入るけど外側リラックスした状態。で、ここで、きつかったら腰反っ危ないから足片っぽ下ろしといて構わないので、目閉じて、最後もう一回ブレスオフファイヤー、火の呼吸どうぞ。<laughs> 鼻から吸って、空まで吐いて、 もう一回吸って、全部おどいて。ただ両方の手、体側、体の横で手のひらを上向き、足の幅も少し広めで、全部走リラックスしていく。もう一回必要な人は、ため息つくみたいに、口からと吐いて、もし体の内側に力み、何か不要なものが残ってたら、最後リリースしていきます。 で少し短めのシャバーサナ軽く目を閉じてこのままお休みしていきます。 最後一呼吸したら少しずつ指先つま先動かしたり手首足首動かして体の起きる準備をしていく両の手頭の上に伸ばしていき足真ん中で縦に伸びます息立てにぐっと伸びて伸びて伸びて口から吐いて両膝を胸に引き寄せていき左右数回コロンコロンと転がって。 最後、真ん中で、手のひら、手のひら、足の裏、足の裏を擦り合わせて、体の中側の神経系を活性させていく。両手、ももの裏、前後ろ、コローンコローンーと転がって、最後から動向していきます。起き上がってきたら、足組んだ状態で、両方の手、胸の前。肩リラックスして、顔リラックスして、最後もう一度、今日一日をクリエイトしていく、自分自身の真ん中の軸を見つけていく。 日常生活も内側には強さをぶれない軸を持ちながら外側一瞬一瞬変化するこの今という瞬間に対応できるしなやかさを持ち続けていく最後クロージングのチャンティング「さーっナム」これで終わりにします鼻から吸って吐いて次の吸う息から。 サッナン今日はモーニングンダリーニオガご参加いただきありがとうございましたサッナありがとうございました